はい、こんにちは、レトスノボです。今回なんですけども、国土利用計画法の事前届出について解説します。前回の動画では、事後届出の話をしたんですね。で、今回、事前届出のお話なんですけども、事後届出、まだ見ていない方は、事後届出の動画を先にご覧いただいてからこの動画見てください。そうじゃないとわからないと思いますんで。で、事後届出については、この動画の下の概要欄に、URL 貼っておきますので、そちらから先にご覧いただければと思います。で、事前届出については、契約を締結する前に届出をしてくださいよっていう話なんですね。じゃあ、どういった場合に契約締結前に届出をしなければいけないのか、キーワードとなってくるのが2つあります。それは、注視区域と監視区域です。この2つです。注視区域と監視区域。で、どう違うのかというと、もうイメージで言うと、監視区域の方が、地価が急激に高騰する恐れがある。っていう話なんです。注視区域もそれなりに、地価が高騰する恐れがあるんですけども、監視区域の方がより一層急激に地価が高騰する恐れがある区域なんですね。で、これっていうのは、まあ、指定をするんですよ。都道府県知事が指定をするんですね。事後届出でお話した内容っていうのは、こういった区域が指定されていない区域、つまり無指定区域です。何も、指定されていない区域、注視区域とか、監視区域、および、まあ、許可制の場合は、規制区域っていうのがあるんですけども、それらの指定がない普通の区域、まあ、ほとんどが普通の区域なんですよ。何も指定されていない区域なんですね。日本全国の、もうほぼほぼが無指定区域です。については、事後届での対象なんですけども、このように、注視区域とか監視区域が指定されていたら、これは事前届出が対象になってきます。事後届出ではありませんので、事前届出です。で、注視区域については、まあ、相当程度、地価が高騰する恐れがある区域。で、監視区域については、急激に地価が高騰する恐れがある区域の話です。で、これは都道府県知事が指定しますと。で、こういった区域内で、届出対象の取引を行い、かつ、一定面積以上の取引を行う場合、当事者双方は、契約締結前に知事に届出をしなければいけないんですね。当事者双方なんですよ。事後届出の場合は、権利取得者、つまり買い主だけでよかったんですけども、事前届出の場合は、当事者双方、売り主も買い主もどちらも届出をしてくださいね、っていうふうなルールなんですね。で、いつまでに届出をしなければいけないのかっていうと、契約締結前ですね。まあ、これは事前届出の前の漢字の通りです。契約締結前。で、知事に届出をしてくださいね。まあ、ここは、内容的には事後届出と同じです。で、ここで重要なポイントなんですけども、注視区域と監視区域ではこの一定面積以上の一定面積が違うんですよ。まず注視区域についての一定面積っていうのは事後届出と同じ内容です。事後届出でお話したように、市街化区域内であれば2000平米以上、市街化調整区域や非整備都市計画区域であれば5000平米以上、都市計画区域外であれば1万平米以上の場合が一定面積以上に当たるんですね。一方で、監視区域。監視区域については、こうやって法律で決まってないんですよ。何で決めるかっていうと、都道府県の規則で定めるんですね。都道府県ごとに内容が異なる場合もあるっていう話なんです。ここが大きな違いなんですね。ここちょっと頭に入れておいた方がいいですね。規則で定めるんだってことです。法律と規則って違うんですね。ちょっとこれ細かい話になるんですけども、法律っていうのは、国会で決めるのが法律なんですよ。で、一方で規則っていうのは都道府県知事が決めるんですね。まあ、厳密に言ったら市長が定めるルールっていうのも規則に入るんですけども、つまり都道府県知事だったりとか市町村長が定めるのが規則だって話です。で、今回の監視区域については都道府県の規則で定めるわけなんで、これ定める人っていうのは都道府県知事が定めるっていう話なんですね。なので、お伝えしたいことって何かって言ったら、注視区域と監視区域では一定面積が違うんだよっていうことです。注視区域については事前届出の面積と一緒、面積要件と一緒。監視区域については都道府県の規則で定める。この違いがあるってことを頭に入れておきましょう。じゃあちょっと具体例出しますね。A さんが注視区域内の土地で、さらにこれは市街化区域でしたと。で、3000平米の土地です。市街化区域内で、かつこれが注視区域に指定されていて、3000平米の土地を持っていて、これを B さんに売却しましたと。この場合どういった届出が必要かっていうと、この土地は注視区域内、注視区域の中の土地で、かつ市街化区域内の土地なので、
2000平米以上であれば、これは事前届出の対象になります。で、今回3000平米だから、これ一定面積以上に該当します。で、売却っていうのは、事後届出の、動画でも解説した通り、これは届出対象の取引に当たる。つまり、この2つ同時に満たすので、これは届出が必要だと。事前届出が必要だってことですね。じゃあ、事前届出誰がしなければいけないのかっていうと、当事者双方、つまり売り主、買い主、双方、どちらも事前届出必要ですよ。いつまでに事前届出をしなければいけないのか。これは契約締結前。つまり、売買契約を締結する前に、主人に対して届出してくださいね。っていう話です。で、じゃあもう一個、監視区域の具体例ちょっと出しますね。例えば、ここの土地について、監視区域に指定されていました。で、監視区域について、この都道府県の規則でどうやって定められていたか。これちょっと具体例ですよ。具体例で規則で100平米以上で事前届出が必要ですよって定められていたとします。これは規則によって違うので、もしかしたらこれは500平米かもしれないし、300平米かもしれない。今回は100平米って仮定しました。ただし、この数字については、この中止区域のこの数字よりも絶対にちっちゃい数字になります。なぜかっていうと、例えば、中止区域で2000平米だったら、これ、届出必要ですよね。で、監視区域で、例えば規則で3000平米以上で届出必要にしたら、これ監視区域の場合の方が制限緩いわけなんですよ。つまり2500平米で届出しなくてもいいって話になっちゃうわけですよね。監視区域で3000平米以上で届出必要っていうふうにルールを定めちゃったら、2500平米だったらこれ、届出しなくていいっていう話なんです。でも、中止区域は2500平米はこれ届出必要ですよね。これおかしくなるわけなんです。だから、この数字よりも絶対小さな数字なんですね。まあ、今回は具体的にも100平米って極端にしました。100平米以上で届出が必要、事前届出が必要って仮定しました。で、今回ここの土地が500平米だったと仮定すると、これは届出必要になりますよね。事前届出が必要。で、手続きの流れについては、中止区域と同じです。A さん、B さんは、契約締結前に知事に対して届出をしてくださいね。っていう話です。で、じゃあ問題で、例えばこれが、市街化区域内で2000平米だったと仮定します。市街化区域2000平米。で、監視区域に指定されていました。と仮定しましょう。っていった場合、この規則で、この何平米以上で事前届出が必要かって書いてなかったと仮定しましょう。書いてなかった場合、これは届出必要でしょうか？事前届出が必要でしょうか？2000平米の市街化区域です。これは届出必要ですよね。なぜかっていうと、2000平米で監視区域っていうのは中止区域よりも厳しいわけですよね。もし中止区域だった場合、これ2000平米で市街化区域だから、これ届出必要なんですよ。ってことは、もう必然と同じ2000平米なのであれば、監視区域だったら絶対に届出必要なんですよ。なぜなら、これよりもちっちゃな数字で規則は定めるから。例えば、1900平米以上とか。まあ、そんなに中途半端な、ね、数字は出さないと思います。例えば、1000平米以上で事前届出が必要ですっていうふうに規則で定めたりするわけですね。まあ、500平米かもしれないし、ここに言うより100平米かもしれない。だから、これよりもちっちゃな数字で定めるわけだから、2000平米で市街化区域内で、かつ監視区域内なのであれば、もうこれは必ず事前届出が必要っていうふうになりますので、注意しましょう。覚えるっていうのであれば、監視区域は、まあ、都道府県の規則で定める。かつ、この数字よりもちっちゃな数字で定めるというふうに覚えておくと、問題は解きやすいかなと思います。まあ、制限が厳しいっていうところから、これよりも小さな数字で定めるっていうふうに、まあ、導けるんですけども、そこリンクしない方もやっぱ多いんですよね。ある程度法律がわかる方っていうのは、制限厳しいってことは、これよりもちっちゃな数字で定めるっていうふうに、論理だって考えることできるんですけども、法律についてまだ慣れていない方は制限が厳しい、イコールこれよりもちっちゃな数字っていうふうに結びつかないので、もうそういった方はもうそもそもこれよりもちっちゃな数字で定めるっていうふうに、もう覚えちゃった方のがいいと思います。で、今回は事前届出のお話をさせていただきました。事後届出と違う部分で言うと、まず誰が届出しなければいけないのかってことですね。事後届出の場合は権利取得者、つまり買い主が届出すればいいって話だったんですけども、事前届出の場合は売り主、買い主、当事者双方が届出しなきゃいけないよ。これが違うって話ですね。事後届出と違う部分です。また、一定面積以上について、中止区域は同じなんですけども、監視区域については都道府県の規則で定める。これも違いますよね。で、事前届出では、中止区域、監視区域が出てくるんですよ。
中止区域、監視区域内の場合は事前届け出で、まあそれ以外ですね、まあさらに、許可制の規制区域っていうのがあるんですけども、それも含めない。つまり、何の指定もない区域については事前届け出の対象なんだってことですね。で、事前届け出っていうのは、この漢字の通り、契約締結前に届け出してくださいよ。事後届け出の場合は、契約締結してから2週間以内に届け出をしてくださいよ。こういった違いがあると。まあいうふうに、事前届け出と事後届け出を対比して勉強していくと、効率的に勉強ができます。まあ今回、事前届け出の話なんですけども、基本は事後届け出なんで、事後届け出の勉強した上で、事前届け出の勉強をしていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。理解をしながら学習したい。丸暗記だけだとなかなか合格するの難しい。だから理解学習でちゃんと合格したい。できるだけ確実に合格したいっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。次の試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。